カメスタート。きれいきれい。でかすぎ。いやなんかお刺身、お刺身。2日目です。今日も前回引き続きかなえさんと一緒に千葉の房総半島をツーリングしていきたいと思います。お願いします。海沿い今日は海沿いと千葉の有名な、ツーリングスポットに行きたいと思います。グドロー。おー、いい音。いい音だ。いい音だ。ドドン。お願いします。エビスさん、ありがとうございました。すごいいいところだった。ほんとよかった。人があったかかった。2日目スタート。天気がね、めっちゃいい。わー、海沿いだ。すごい綺麗。やっぱ晴れてる方がいいですね。ねえ。なんか雨覚悟してたから前嬉しい。ねえ、よかった。綺麗綺麗。ねえ。すごい。千葉にこんなスポットが溢れてるの。そうなんです。海が綺麗なんですよ。帰ったら洗車だな。本当だね。食べちゃう。お泊りが一応最高だね。ね、一瞬で寝ましたね、昨日。もう記憶ないもん、夜の。すごいよ、めちゃくちゃ早く寝たよ。なんで寝たんだろう。1時前だったかも。早かったね。もう岩場が。そう、この辺だんだん岩がゴチゴチし始めます。でもずっと海沿い。もういいよってぐらい海沿いですよ。でかすぎ。いやなんかお刺身、お刺身、お刺身、唐揚げでか。かなえさんは何ですか？私はちょっと美味しそう。予定外の唐揚げでした。今からキリロストンネルをかなえさんにね案内するんですけど、はい、お初のトンネル。何トンネルだっけ？キリロストンネル。漢字が難しくって。そうだよね。なんだかいつも忘れちゃう。とりあえずトンネル。やっぱご飯食べた後すごいうとうとしちゃう。やばいね。ホクホクって。気温がちょうどよくて快適すぎて。ちょうどでなんかハヤブサからこう来るあったかさがなんかまたポカポカして。ちょっと坂になるので気をつけてください。もう勢いで行きます。大
丈夫ですよ。このまま来てください。よしよし、行きます。うん。はい。はい、こっちまで来てください。あった。ここです。あ、すごい。一回通り過ぎましょう。うん、なんかすごい水が上から降ってる。いやー。おー。あ、そのまま走り抜けたって大丈夫？はい、大丈夫です。水がすごいな。行けそう？はい、あ、じゃあスタートしましょう。あ、上手上手。あうぃぃドキドキ。あ、ちょっとね、難易度高いですよね。ありがとう。いい。どうでしたか、トンネル。頑張った。よかった。嬉しい、ありがとう。もうちょっとね、ゆっくりできたらよかったんですけど。いやいや、人がいたからね。譲り合いで。譲り合いで、みんなで楽しく。なんかこっちやっぱ暑いですね。本当だね。さっきひんやりしてたね。すごいあそこ涼しかった。写真見返すの楽しみだな。そう、いっぱい撮ったから楽しみ。あとから楽しみ。次はカフェに行こうと思います。やったー。朝長いと思ったらあっという間だった。うんうん、まだもうあるけど。ね、あと一瞬だった。結構半分ぐらい寝てたよね。そうですね。睡眠時間。いやでも本当あのお酒一杯だけでもふわふわになっちゃったから。びっくりした。私こんな一杯でふわふわになるんだと。やっててほしいな。 Google で営業中ってなってても信じられない。あ、こんなね、やってるかな。ちょっと待っててくださいね。あ、3時で終わってる。あ、そういうことね。あ、やってなかった。残念。はい、大丈夫です。作戦を練ります。ドキドキしちゃう。大丈夫かなって。ここやってる。あ、やってるね。ここやってるね。よいしょ。あ、なんかめっちゃ美味しそう。うんうん。レモンチーズケーキにしました。いただきましょう。閉めたらすぐ行きますよ。あいつ近いんで。本当にすぐ来そう。あいつ近いんで。距離感がおかしくなってきます。1週間ぐらいで来ましたよ。そうです。そういうつもりじゃなかったのに。来ましたよ。やばい時ってやばい。へぇ、冷やしつぼ焼き？冷やし焼きを入れて。冷やし焼きを入れて。へぇ、美味しい。美味しい。シートポテトそのまんま。シートポテト出来たてです。すごい。めちゃめちゃいいです。何に乗られてるんですか？ BMW S線。かっこいい。かっこいい。はい、というわけでカフェでかなりのんびりしました。すごいいいカフェでした。あのライダーさんだったんですよ、あのオーナーの方が。ぜひ千葉来られた際は立ち寄ってみてください。おすすめです。というわけでここでですね、もうかなえさんとは、はい、ここで一旦終わりにしようと思います。ちょっとかなえさんとは終わりにしよう。誤解が。かなえさんとのツーリング動画ここで終了になります。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。またすぐ名古屋行きます。待ちしてます。はい、1週間後に。1週間後に静止だった。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 WHA-
why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?